カフェグループとは何ぞやというお話なんですけれども、日本最高の CG コンテンツを制作しているクリエイティブ集団ですと。で、いろいろ投資とかもしてまして、上に並んでいるのが弊社のクリエイティブスタジオだったり、中のブランドだったりするんですが、下の方でポートフォリオカンパニーズっていうところで、たくさんの企業に出資をしておりまして、これら含めていろいろなスペシャリスト、プロ集団が集まって様々なシナジーを呼んでいるというような感じでございます。 そもそも生成 AI×CG ってどんなものなのっていうところなんですが、まあ、現状ですね、まあ、一般的に 3DCG 生成 AI として出てきているものとしては、いわゆる 3D モデルを生成するようなものが多いです。例えばトリコやジーニーなど、いろいろと出てきてますし、どんどんクオリティも上がってきてるんですけれども、まあ、正直ですね、現時点ではまだ商用レベルでこう使用できるものは出てきていないというのがあの所感ですと。 でそもそも 3DCG 制作って工程がすごく多いんですよね。まあ、いわゆるそのアートのデザインから、えー、とモデリングして、その後リギングしてアニメーション作って、ライティングや、えー、マテリアルシェーダー調整して、最後コンポジットしてみたいな感じで、一口で CG って言ってもたくさん工程がある中で、そのどの部分に AI を活用していくのかとか。 どの部分が AI で置き換わるのかなどによって実現可能性が大きくこう変わってくるのかなというふうに感じておりますと。なので、もちろん今後はどんどん加速してくるとは思うんですが、今々の実情で言うと、モデリングに限定して、かつ、まあ、かなり限られた使い方であれば使えるんじゃないかなみたいな状況だというふうに。 感じておりますで映像生成 AI の場合だと、いわゆる OpenAI の空だったり、クリング、ドリームマシン、まあ、主にショートフィルム系になるんですけれども、短尺での映像を生成できるような AI がどんどん出てきています。ただ、残念ながらこれも商用で使えるかって言われたら、なかなか難しいんじゃないかなというふうに感じております。まあ、演出次第では使いようはあるんですけれども、おそらく既存の映像生成のフローに置き換わるような使い方っていうのは、まだ難しいっていうのが所感ですね。ただ、ディープフェイクに関しては、 技術的な観点で言うと要件次第では使える可能性があるかなと思っていますただしまあ、解像度の問題だったりとかいくつかの要件とかをクリアできるのであれば局所的にこれも使えるんじゃないかなみたいな所感になりますね 前提としてですね、弊社は割とクライアントワークが多いところもありますので、まあ、クライアントとの契約内容によって、当然 AI を活用するかどうかはケースバイケースで考えておりますと。なので、すべての業務で AI を活用しているわけではないんですけれども、まあ、活用できるところでは、あなるべく活用していこうというふうに前向きに取り込んでいる状況です。クリエイティブ方面での面白い活用事例として一つ、三面図の作成というものをご紹介させてください。いわゆる三面図なんですけれども、えっと、画像生成 AI で作っていきます。弊社の場合は、割とフォトリアルなもの も取り扱うことが多くてですねでフォトリアルなものを、えー、と三面図として作るってなった場合かなり精度がこう求められますと。なので弊社の場合だとある程度の品質までは、えー、と AI で作れるようにチューニングしてあるのでその上で最終的なあのフィックスの部分は人間がレタッチするみたいなフローを使っていたりしますと。だから AI を 使ううんうんっていうのは本質ではなくてあくまで精度の高い3面図を効率よく作るにはどうしたらいいんだろうっていうところから逆算で一部だけでも AI 使えてリードタイムが削減できるならいいじゃんっていうところで作ったフローになってたりしますとあとはまあ独自のところでいうと業務支援ツールとかを使って作っていたりします例えば弊社の場合はクライアントマークが多いのでまあ取引先クライアントもそうですしそういうところをですねこうデータベース化してそのデータベースを効率よく扱うために AI を一部使って AI 機能を組み込んだツールを作っていたりはしますね大前提なんですけれども、AI はあの魔法ではないので、できないものはできないということを認識する必要があると思っています。まあ、一個一個ですね、あの自分たちで使って、本当に使えるんだろうかとかっていうのを掘り下げていくと、ですねもちろん将来的にはどうなるかわからないんですけれども、今まいまで言うと、 まだかかるなっていうふうに正直思ってます。なので、結局のところは、よく見かけるものとか、その派生とか、実現可能性が高いプランに取り組むっていうことがいいかなと。 思いますまあ、一番軸になるのはどの技術がとかどういうものがっていうよりはそれって本当に現実的なのとか今使えるのとかあるいは近い将来使えるのか、まあ、せいぜい半年1年先の未来を見据えてそこの角度が高いのであればそれに貼ればいいと思うしそうじゃないのであればあくまで先行投資とか研究開発として別で分けてリソース配分ですね考えていくのがいいんじゃないかなと思います。